皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、企業のリアルっていうことで、不動産業界だったりテック業界で、起業するってことは、実際どんなことなのかなっていうお話をしていきたいなというふうに思っております。不動産業界ではですね、特に売買系では独立する方非常に多いですね。特に投資用の不動産の会社なんて、その最たる業態じゃないかなというふうに思います。売れる営業マンほどですね、自分でやったらいいじゃんってことで独立する傾向にありますね。古くはですね、大京から発生して、大宝だとか京和建物だとか、日程だとか山陽ホームみたいなことが出てくるわけですね。で、今度は山陽ホームの方から FJNEXT だとか両和ライフクリエイトみたいな感じが、独立系で出てくるわけですよ。新しいところで言うと、S グランドから S フィットとメイクスとか、ギブコムが出てきたみたいな感じですよね。特にマンションデベっていうのは基本的にやることが同じです。土地買って建物を建てさせて販売するっていう、こと自体同じなので、トップ営業マンだったり仕入れのノウハウを得た人だったら、勢い独立したがる傾向があります。ただみんながみんなうまくいくわけじゃないですし、当然景気に大きく影響を受けるのが不動産業界なので、リーマンショックの後にですね、一斉に倒産しちゃったなんて話にもなるわけです。で、売買系でなくてもですね、特に今流行りの不動産テックの文脈で、ベンチャー立ち上げたいなんていう人は、本当に多くなってきてますので、本日はそうした、起業するベンチャー、もしくはスタートアップの実際のところですね、実体験交えてお話していきたいなというのを思ってます。実体験のお話なので、ちょっと本日長めの動画ですね。そもそもベンチャーとスタートアップの違いから説明していきます。多くの方があんまり理解してないんじゃないかなというふうに思っておりますが、ベンチャーっていうのはですね、チャレンジするってことですね。アドベンチャーのベンチャーなんで、チャレンジして新しいビジネスを考えていく、これがベンチャー企業の定義ですね。なので既存のビジネス、もうすでにあるようなビジネスですね、例えば不動産売買とか賃貸仲介だとかで独立することってのは、もうこれあんまりベンチャーとは言わないんですね。じゃあスタートアップって何なのって話なんですけど、スタートしてからアップするからスタートアップなんですよね。J カーブとかですね、ホッケースティックカーブなんて聞いたことあると思いますけれども、最初に大きく投資してですね、損失が膨らむけれども、その後大きくですね、飛躍するようなビジネスモデル、こういったものをスタートアップっていうわけですね。で、ベンチャーが広い括りで、その中にスタートアップっていうカテゴリーがあるって感じでご理解ください。で、今日は、企業論だとか、ベンチャーファイナンスだとか、ベンチャー生存戦略だとかっていう硬い話をしてもいいんですが、それよりもですね、ちょっとリアルな話の方が参考になる部分も多いかもしれませんので、本日はちょっとそっち寄りの話でいきます。私自身起業はですね、2回目ですね。1回目は2005年の12月です。世間でですね、J コン問題とかが話題になってた中でですね、ひっそりと起業したっていうところですね。で、起業の経緯説明するとちょっと長くなっちゃうんですが、ちょっと簡単にですね、私の経歴ご紹介すると、私キャリア結構特殊で、社会人経験一番初め新聞配達から始めてですね、2年ぐらい新聞配達やって、その後もしもしの電話営業の会社入ったわけですね。で、そこから一転してですね、外資系のコンサルファームの KPMG ってところに転職をして、で、その後デロイトトーマツってところに転職をして、その後起業に至るんですね。すごい特殊なキャリアなんで、この辺はまたちょっと別の動画で話をしていきたいと思いますが、この KPMG の時にですね、私が外資のコンサルだった時に、もともといたもしもしの電話営業の会社、ここのコンサルを受注したことがあったわけですね。そのもしもしのデベロッパーが上場準備してると。なので、ビジョンの策定だとか、中期経営計画の策定だとか、人事組織戦略の策定だとか、あと営業改革だとか、いろんな課題があって、それを KPMG としてコンサルで入って、プロジェクトを受注したっていうのが、2003年の話だったわけです。で、1年ちょっとぐらいですね、コンサルしたんですけど、なんとかですね、中期経営計画もできて、人事制度もできて、私はプロジェクトを終えてですね、で、その後、トーマツに転職したんですね。で、その東松にいるときに、そのもしもしのデベロッパーの上場社内改革プロジェクトを率いていた、当時斉藤常務がですね、独立するという話になりまして、CFO としてついては参加しないかというお話をいただいたんですね。それが2005年の8月です。で、独立するんだけど、どんな事業やるかまだ決まってないって話だったんで、事業計画と戦略策定からやってくれっていうことでですね、じゃあこれから来るだろうと考えたリノベーションを中心とした事業計画作ってですね、で、12月に会社立ち上げて CFO になったわけです。いわゆるベンチャー企業ですよね。で、長らく言われていた中古の不動産流通っていうですね、社会的な課題解決しようということで、その手法としてですね、リノベーションを掲げてですね、意気揚々と起業したわけです。で、メンバーはですね、そのもしもしの会社を辞めてた元社員が集まったってことでですね、初めから18人いたんですね。ここら辺もちょっと特殊だったんです。で、営業開始するんですが、18人もいるんで、毎日のお金の溶けるスピード半端ないんですよね。もう1日80万ずつお金がなくなっちゃうと。
まあ、これ CFO としては相当しびれるんですよね。で、まあ、創業支援融資なんて大体1000万ぐらいなんで、まあ、こんな一部件も仕入れられないじゃんって話になるわけですね。で、まあ、さらに、まあ、意気込んだ事業の方もですね、まあ、当然リノベーションなんか誰もやったことないわけですよ。持ち越しの営業しかやったことないんで。なのでもう最初はですね、じゃあ持ち越しの営業するしかないわということでですね、まあ、リノベーション物件できるまでは、まあ、電話営業続けるってことでマンション売ってたわけです。でリノベーション物件できるまで頑張るしかないってことでですね、2人担当役員をつけてリノベ事業を構築させたんですが、まあ、これが本当にできない。もう設計事務所を決めてコンセプトを決めるっていうところまでもう半年かかってるんですね。で最初のリノベーション物件ができたのってのが2006年の10月ですよ。もう10ヶ月かかってるわけですね。まあ、そこから2007年の4月までにですね、まあ、合計4つの物件がリノベーション物件できましたってことだったんですが、まあ、ようやくでき始めたかって話なんですけど、これが全然売れないと。要するに値段設定もよく分かってないし、まあ、内装のまあニーズもよく分かってないしみたいな感じですよね。でその間ずっとそれ以外のメンバーっていうのは電話営業ですよ。まあ、そうすると当然社内からですね不満が出てくるわけですよね。まあ、もともと電話営業辞めたいっていうことで、まあ、会社辞めた人たちが、まあ、いつまでも電話営業続けなきゃいけないっていう状況になって、もうこれ話が違うよって話になったわけですね。まあ、ちょっとなんとかしなきゃいけないってことで、まあ、どうせリノベーション物件売れないし投資用マンションしか売れないんだったら、だったらリノベーションワンルームをリノベーションしたらいいんじゃないのと、投資物件としてそれ売っていこうよってことで戦略転換したのが2007年ですね。でもうもちろんもしもしの電話営業で売っていくわけですよ。でいくつか売れ始めて、あ、なんか軌道に乗ることできるかなって思った矢先に起こったのがリーマンショックですよね。もう電話営業すらやばいっていう、まあ、先月までは OK だったあのお客さんの属性でもう今月からはもう OK じゃないみたいな感じですね。もう電話営業もやばくなっちゃったみたいになったのが2008年で、もうとにかく、まあ、全員で営業するしかないってことで、私も電話営業することになって、もうせっかくもしもしの営業の会社から外資のコンサルファーム行ったのに、まあ、また電話営業戻っちゃったんですね、 CFO なのに。まあ、その時はもうすでに社内のデータベースとかもスクラッチで作ってたし、女性のスタッフとかもいたんで、まあ、私の営業に関わることになったわけです。本当に2008年本当にきつくて、この物件が売れないともう来月お金がなくなるみたいな、そういう状況が何回かあって、本当に胃に穴が開きそうな状況で新物狂いで物件とか売ってたりしたんですけど、まあ、本当に地獄のような状況だったんですけど、まあでもいつまでもですね、そんなまあ状況続けていくわけにいかないってことで、もう電話営業だけだと限界があるんで、セミナー営業しましょうっていうふうに企画したわけです。まあ、私もともとコンサルだったんで散々セミナーとかやってたんで、まあ、そのノウハウを生かそうってことですよね。で当時はあんまりまだ不動産、会社が、投資不動産会社がセミナーとかやってなかったんで、まあ、それで差別化を図っていこうとしたわけです。で、セミナーするにはですね、当然不動産だけじゃなくて株だとか保険だとか、ちゃんと公平な目で評価できないと話にならないよねってことで、まあ、それをお客さんに伝えるためにはですね、自分で、まあ、その知識獲得しなきゃってことで、昼仕事しながら、まあ、夜、早稲田の大学院行くことにしたんですよね。それが2010年です。で、不動産金融工学っていうですね、分野で専攻が、まあ、あった早稲田大学の大学院に医学で進学したんですが、まあ、それでかなり、知識が深掘りできまして、それをですね、まあ、整理してお客さんに伝えるような状況ができて、まあ、いろいろ頑張ったおかげで、まあ、もしもしの営業しなくても、セミナーの営業で売り上げがきちんと、まあ、確保できるようになったのが、まあ、2013年頃からですよね。で私ももう CFO じゃなくてですね、専務取締役っていう立場で、まあ、営業からマーケから採用からバックオフィスから、まあ、一人見るようになってて、まあ、売上もまあ年々伸びていったわけです。まあ、2014年には33億円、2015年には46億円っていう形で、まあ、売上規模としてはどんどん伸びていって、まあ、今71億円ぐらいの売上になってるんですけど、まあ、毎日新物狂いだったんで、まあ、おかげさまでですね、設立以来リーマンショックの後もずっと黒字経営することができたんですね。まあ、これが1社目の経験です。で、今、2社目のリーウェイズなんですけれども、まあ人間ですね、一旦安定してくるとですね、なんか新しいことにチャレンジしたくなるんですよね。まあ麻薬みたいなもんですよね。で、そこで2014年にですね、独立するためにとりあえず会社を1個作ろうってことで、リーウェイズ株式会社を立ち上げたんですね。まあそれが2014年の2月のことです。500万の手金で、まあ資本金に入れて、まあ作ったんですね。で、もともと投資不動産をちゃんときちんと分析してお客様に説明したいっていう思いがあって、まあ2008年にですね、営業に関わるようになって以来ですね、クローラーっていうプログラム作って、まあ資本データ集め続けようってことで、まあ集め続けてたんですよね。だからまあ今度はそので集めたデータを基盤に事業を作っていこうってことで、スタートアップ系の事業モデルですね、まあ初めに投資して後で上がっていくってビジネスモデルの会社を作ったわけです。で当然最初に赤字が発生しちゃうんで、まあそうは言っても当時まだそんなシステムの開発のエンジニアとかいませんし、まあデータも1500万件ぐらいしかなかったんで、まあ、とにかく2014年は、まあもっぱら日銭を稼ぐような収益モデルで、まあ土台を作っていこうということで、台湾行って投資不動産セミナーやったり、Airbnb の事業立ち上げたりとかしてました。
で、台湾人の30歳の女性とですね、まあ、日本人の30歳代の、まあ、投資物件の販売営業の、まあ、人をですね、まあ、営業部長として、まあ、雇って、で、まあ、これから作る投資分析プラットフォームを、まあ、一番使うのは、まあ、やっぱりそっちの知識を持った人だよねってことで、私は、まあ、米国の商業不動産投資資格の CCIM とか取ってですね、プラットフォーム構築の土台作りをしてたんですよね。で、まあ、その間もずっとリズムでのセミナーとかは継続的に続けてましたと。で、それでなんとかですね、資本金1000万までにして、で、まあ、外部のシステム会社を使ってデータ分析プラットフォーム作ろうって、まあ、資金調達したのが2015年の6月の話ですね。で、この経緯、資金調達の経緯なんですけど、まあ、もともと台湾でセミナーとかやってたんで、まあ、中国語をまあ話した方がいいよねってことで、私中国語の会話教室に通ってたんですね。で、そのクラスメートの中に、まあ、参加していた、まあ、某会社のですね、社長が VC やってると、ベンチャーキャピタルやってるって話で、じゃあこれ幸いとですね、まあ、こういう事業やりたいんですけど、出資ご検討願えませんかって話したところ、まあ、中国語のクラスで毎回100点、まあ、点数取るような君だったら信用できるねって話になって、まあ、5000万ポンド出していただいたって話ですよね。まだ社員3人の話ですよ。システム全然できてないのに、まあ、5000万出していただけたってことで、まあ、本当に感謝しかないんですけど、まあ、資金調達周りの話はですね、まあ、また別にニーズがあると思うんで、まあ、これはまた別途動画作りますね。まあ、さて、初めての資金調達もできましたと、まあ、システムの開発も始まってますと、まあ、これからだって時に、まあ、ここでトラブルですよ。もうまず台湾で不動産取引するために、まあ、雇っていた、まあ、営業部長と、まあ、現地の女性スタッフなんですけど、まあ、セミナー顧客ですね、フォローするためには台湾に常駐した方が、まあ、都合がいいってことでですね、まあ、なんだかんだ言って 3,4 ヶ月も帰ってこないわけですよ、日本に2人で。まあ、全然帰ってこなくてですね、まあ、何が起こってたかというと、まあ、できちゃってたんですよね。まあ、別に恋愛は自由ですけど、ある日2人でですね、何が起こったかというと、独立するって言い出したんですよ。もうこの今までの顧客網があれば2人でやっていけるからみたいな話でですね、おいちょっと待ってよと。もうそれもう2015年にですね、もう全部の顧客名簿とか持ってですね、会社辞めちゃったんですよ、その2人。もう業界的にはこれ超ご法度ですよね。だってリーウェイズのお金で集めた顧客名簿とノウハウを持って勝手に独立しちゃうわけですよ。もうこれ呆然ですよ。で、次のトラブルがシステム開発ですよね。外注先に開発依頼してたんですけど、システムのリリースができてなくても全然できてないんですね。全機能の10分の1ぐらいしかできてないんですよ。で、まあ何言い出したかっていうと、他のプロジェクトで、まあお金が足りなくなっちゃったから、エンジニア維持できないみたいな話でですね、もうお金足んないんですとか言い出して、もう完成時引き渡しのお金を、まあ半期でもいいから先に払ってくれと、もうそしたら最後までいけるからって言ってきたわけなんで、もうこっちとしたらシステムできなきゃ話にならないんで、もうしょうがないからしぶしぶ半期払うわけですよ。そしたらドローンですね。もう作れませんってことでシステム、もうできてないのに、勝手に金だけ受け取ってやめちゃったわけですよ。これダブルパンチですよね。もう悪いことって本当に続くって、もうお客さん持ってかれるわ、女性スタッフ引き抜かれて、まあ独立されちゃうわ、システムできないわ、みたいな、お金持ち逃げされるわ、みたいな。まあまあ大打撃だったんですけど、まあリーマンショックの時の経験が、まあ、本当すごかったので、まああの時よりはマシだなと思って気を取り直してですね、まあ打開策模索しました。もう外注じゃ絶対ダメだってことで、まあ、早稲田大学のつて使ってですね、CTO を採用したのが2016年の初めですね。まあ、それから1年間かけて、なんとか人工知能を開発してですね、まあ、ゲートのベータ版を作って、正式リリースができたのが2017年の7月ですよ。で、それまでに計6回資金調達してるんですね。で、システム開発してからは、まあ、おかげさまで引き合いが結構来るようになって、2018年の3月にはコスモスニーシャ様の OEM がローンチして、9月にはオリツ銀行様の OEM がローンチして、まあ、今年だとプレサンスさんとか静岡銀行さんとか、イオン住宅のサービスさんとか、川崎さんとか、まあ、次々とご契約いただいていまして、今現段階で100社超えるような、不動産会社様や金融機関様にゲートのシステムを提供させていただいてるんですね。ベンチャースタートアップ企業のあるあるでですね、まあまだまだ社長が一番の営業マンですっていう状況なんですが、まあなんとか振り返ることができるようになったっていう、まあ余裕がちょっと出たって感じですね。まあまだ J カーブ掘ってるんですけど、それでもまあ結果が出始めてきてるんで、まあなんとか頑張ってるっていうことですね。まあさて、企業のリアルってことでですね、まあ今回お伝えさせていただきたい内容は3つですね。まあとにかく、まあ企業において事業は人だってことですよ。もういい人材がもうベンチャーにしろスタートアップにしろ生命線です。もう成功してるベンチャーとかスタートアップには必ず優秀な人がいるってことですよね。まあ私も今ではですね、優秀なスタッフ、開発にしろ、営業にしろ、管理にしろ、まあいるようになってですね、今15名ぐらいが正社員で、外注先とか含めて、まあインターンとかもろもろ含めて今34名ぐらいでやってるんですけど、まあ皆さんすごい優秀です。で、まあ人が足んないのがベンチャー企業のあるあるなんですけれども、まあ人が足んないからとりあえずで最長しちゃうとですね、まあそれがメイン事業であろうが何だろうが、まあ良い結果にはつながらないってことですね。まあだからこそ採用ってのはベンチャースタートアップにとって社長の最優先マターだってことですね。
で、2点目はベンチャーの社長何でも嫌だってことですよね。起業するんだったら、まあそれを確保しておいた方がいいってことです。まあもちろん事業計画とか戦略作るのも社長の仕事なんですけど、まあ経理がいないときは自分でやらなきゃいけないし、ホームページ作んなきゃいけないし、営業もするし、まあとにかく何でもやらなきゃいけないのがベンチャーとかの社長のまあ役割ですよね。まあこれいつまでも続けるわけにはいかないと思うんですが、少なくとも J カーブの上昇局面に行くまでは何でも嫌です。私もともとセミナー業してたし、まあ、CFO だったんで経理やってたし、組織戦略コンサルやってたし、制度設計できるし、まあ、プログラム、インタープリター、コンパラ両方組めるし、まあ、Adobe 製品一通り使えるんで、なんで、まあ、YouTube の動画は全部これ一人で作ってるんですね。撮影から編集から全部一人でやってます。まあ、ベンチャーの社長とこんな感じですよ。ということですね。で、3点目はですね、まあ、深刻になりすぎないってことですよね。まあ、人間死ぬこと以外はかすり傷なんで、まあ、もうダメだと思っても考えすぎないってことですね。まあ、人間って一日の中で脳みそを使っている時間が多い課題によりのめり込む傾向がありますよね。なので、資金繰りばっかり考えたらそのことばっかり心配になるし、開発の遅れのことばっかり考えたら、もうそればっかりが心配になるんですね。だから、まあ、今できる、今解決できることだけに脳みそを集中的に使うってことですよ。まあ、私の場合はですね、まあ、営業行くだとか、まあ、大学行くだとか、中国のクラス行くだとか、CCM 取るだとか、まあ、とりあえずできることやってですね、まあ、ついでに専門性がついたら一石二鳥みたいな考えで、まあ、やってます。で、社員が辞めたとか、開発が頓挫したって言っても、それ考えてもしょうがないんで、まあ、次に打つ手のことだけを考えるようにすれば、まあ、なんとか復活できるってことですね。まあ、私はこう考えてますと。まあ、ベンチャー企業の社長って孤独とか言ってますけど、まあ確かにそうなんですけど、その分だけリアルに結果が自分に跳ね返ってくるんで、まあ自分がサボればその分事業遅れるし、自分が頑張れば周りもついてくるし、まあその分裁量幅があってやりがいがあると。まあ一方でダメージも同様に人一倍あるわけですね。まあ CEO やってた1社目はですね、資金繰りとかして死にそうになりましたけど、まあ2社目で CEO になるとですね、もう大変さの質が違うんですね。資金繰りなんて二の次だと思うぐらいにですね、まあ結構いろんなプレッシャーがあります。まあでも、まあ結果が出てくると、まあ全部報われるみたいな感じですよね。まあ、スタート時と成長時期のマネジメント全然異なるとか言われますので、まあ、私の話も参考になる場合もそうではない場合もあると思います。まあ、今日はですね、一応創業期と成長期両方経験した一経営者の体験談としてお話しさせていただきました。まあ、世の中成功体験とか多いんですけど、失敗体験とか話す方はそう多くないと思いますので、そうした意味で、まあ、本日動画にしています。まあ、今日の動画はですね、以上とさせていただきたいと思います。まあ、今後もですね、こうした、まあ、ベンチャー特有のお話とかはですね、させていただきたいなと思っておりますので、まあ、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。